助吉は、宇田源氏佐々木氏一門、出雲源氏佐々木の利清七男で、佐々木よ利清の四男の清信を外する一族である。主に、山陰地方を中心に活躍した、戦国大名甘氏の重心として仕えた一族で、ある。助吉城を居城とした、家門は、花は違い。明治維新後、佐世から佐世に故障変更した一族もある。吉は、もともとは、 佐々木の利清を祖とする一族であり、その三男清信が、出雲国大原軍左右に土着してから、助吉を名乗ったのが始まりである。また、父の兄弟からは、沖氏、遠屋氏、富田氏、劉氏、高岡氏と派生しており、出雲においては大勢力として繁栄していった。その助吉の祖である清信から七代ほど辿った当主が、助吉において、著名な人物である。 助けよ清宗である。天文9年には、主君である千九の吉田軍山城の戦いに参加している。この時には、千九が敗退したため、清宗も出雲へと撤退している。天文年間後半の頃には、天越の下部組織であった出雲修州,州から直進に当たる富田州に抜擢され、天文23年元旦には、木月大社放落の連賀会に参加しており、 彼は絵画をはじめ文芸に優れた武将であったとされている。その後も各地を転戦しており、主要な戦いには富田州として重要な立場にあったものと思われる。永禄三年に春久が急死し、すぐに着南義久が家督を継承した。また、この時期には天子重機の一人、高瀬城城主で清宗の娘婿の前原綱官が毛利方に降伏しており、 あとに、第二次合参戸田城の戦いで退治している。他の天子重機の上将たちも降伏したため、吉久は苦境に立たされることとなる。清宗は巨城の助与城を次男の助与玄関に預け、自ら兵を率いて、嫡男の助与正勝と共に、富田城へと牢城した。毛利氏の出雲信仰を4年余り耐えたものの、もはや、天子氏の水運は確定的なものとなり、 また合算戸田城内も、兵糧攻めにより、混乱の極みとなった。そのため清宗も、亀井、牛尾、優等の不大の天子重臣たちともども降伏した。毛利氏に降伏した後、助吉は、廃山の将にもかかわらず、今まで通りの待遇で、毛利氏家臣として徴用され、1592年から始まる文禄、慶長の役から1600年の関ヶ原の戦いにも、 参加して、中勤に励んでいる。関ヶ原の戦いの後、毛利氏が戸、長と、諏王に原報されると、助吉もこれに従うが、朝鮮出兵の時の功により、本領地である出雲大原への帰還を許された。江戸時代は、萩藩氏として続いた。後に、萩の乱の首謀者となった、前原一世は、この助吉の末裔にあたる。ありがとうございます。